あ、やべ。これは距離取るべきだな。これでいいか。あ、いや道路の向こう側に行っておく方が俺はいい気がするな。あいつは SR を持ってるし危ないと思う。道路の向こう側にいればこの道路の段差が守ってくれるかもしれない。車はまずちょっと遠めにアクセル止めて、遠めに止めとく。警戒はあの SR のやつらだな。遠距離ではあっちゃいけない。2対1と絶対負ける。SR と AR だもん。SR と AK か。あら、無理だ。奴らに勝つには、誰かが戦ってる間に、あのチームと2対2で、俺が、よっからしゃぶるしかないよね。正面で2対1だと負けるあれば、絶対に。わどっから来る？俺の空こっちなんだけど、一方向に絞ったら絶対に死ぬな。止まったら SR 抜かれっから絶対止まれない。絶対無理なパターンは車がとつってきて同時に2人降りて SG でボコボコにされるのは、あれはもうどうしようもないから、それがされたらもうそれはもう諦める。あれはもう絶対無理。車とつで21は無理。絶対いた。
人いた。でもあれは当て撃つだけ無駄だな。逆に撃たない方がいい。位置がバレるから。1-1での戦いはしない方がいい。1-1はやめた方がいい。位置は残しておく方がいい。位置だけ把握しておこう。こっちに来てるか。来てる。来てるか。いや、あの岩の裏に隠れる感じか。多動してる、本当に。あんだけ入れたのに死なねえんだな。あー、多分俺の音を殺しに来るやつがいるよ。うわー、2対1じゃん。詰んだな、これ。これはね、だいぶ厳しいね。うん、多分おそらく SR 持ってるやつが、ああ来いやって呼んでるもん。ああ呼んでる呼んでる。ただ俺は行かねえぞ。セーフゾーンがタッチだからな。お前らが来る番だ。俺は行かねえ。え、パープルサブスクライブ？え？パープルサブスクライブ？やったー！ありがとうパープル！ Thank you for your subscribe！
パープルありがとう。Thank you, Purple。次行きますか。